先はあっち行けってあいつらが言ってます。先ほどのあの声のものを、変な声出しながら、春山聖子さんに結構何回も、来てますね。めちゃくちゃ鬱陶しいですから、やられたら。オッケー普通に会うからとかわけわかんないこと言ってるけども、それを誰と誰がっていうことと、こっちへ聞かされたのはあれが雇用保険もらってないからとか、何かそういう言葉検査しておきのかな。それは会社の問題、それだと行政の問題、日割りとか、あと雇用期間とか定めない方がいい。どうしてもその、経費分のところで雇用期間とかを考えて2ヶ月雇用とかで契約書、契約というか契約内容を交わしてこようとするから、人材派遣会社の人間とかそれさられ やられます。もともとファインハイゼンに関してもかなりの年数所属してましたからね。いや今ね、電波で老人男性の声で、それだったら派遣が払うわっていう声を言ってきてる人間は存在するんですけども、結局派遣業者にお金がなかったら国家賠償法しかないんですよ。人材派遣業法を作ったの国だから。だから今度それすると人材派遣会社の人はその派遣先の会社からお金を回収しなきゃならなくなるでしょ、その分の。だから最初から、だからそのだいぶ前にマイナンバーカードでその仕事先をね、きちっとマイナンバーカードに照らし合わせてそこで働いて、その人が厚生年金とか最初から加入してる状態でスタート、それしなかったら気にないんですよ。5分ぐらいか、ちょっと一旦録画しますね。